諸院群桂羅離宮付近の空中写真。右手の橋梁は、桂川に架かる、桂大橋。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成月波浪、中野間から賞金亭を望む中島桂羅離宮は、京都市西京区桂にある、皇室関連施設。江戸時代の17世紀に、 皇族の八条の宮の別邸として創設された建築群と庭園からなる。総面積は付属地を含め約6万9千平方メートルで、内庭園部分は約5万8千平方メートルである。利休とは皇居とは別に設けた宮殿の意であるが、桂利休と称するのは明治16年に宮内省書館となってからで、それ以前は、 カ別業などと呼ばれていた。江戸時代初期の造営当初の庭園と建築物を残しており、当時の朝廷文化の域を今に伝えている。回遊式の庭園は日本庭園の傑作とされる。また、建築物の内書院は書院作りを基調に、隙や風を取り入れている。庭園には茶屋が配されている。現在は、 宮内庁京都事務所により管理されている。創建以来火災に遭うこともなく、ほぼ完全に創建当時の姿を今日に伝えている。昭和39年に、農地7000平方メートルを買い上げ景観保持の備えにも万全を期している。桂離宮は、京都市の西功桂川西岸の旧、下桂村に位置する。ここは、 桂川とかつての山陰道が交わる交通の要衝であった。川と道の交点にはかつては桂の私があり、現在は桂大橋が架かる。桂の地は古くから貴族の別荘地として知られ、平安時代には藤原の道長の別荘である桂殿が営まれていたという。また、源氏物語、昭風城に登場する光源氏の 桂殿はこの地にあったという設定である。物語に登場する、霊勢帝は、ガツの住む川の落ちなる里なれば、桂の影はの土家カルラムという歌を読んでいる。この地は、風流な寒月の名所としても知られていた。桂離宮の近くの西京区松室には、つくよみ神社があり、桂の地名も中国語の、月経の古事から来ているという。こうした地にある、 葛ツ宮には、寒月のための装置という意味合いがある。それと共に、池での船遊び、庭に点在する茶屋を用いての茶会、主演など、様々な遊興や、行事の場としての機能があり、単なる鑑賞のための庭ではなかった。葛ツ宮は、最古の下遊式庭園として知られ、庭園と建物が一体となって、日本的な美を形成している。 ブルーノ・タウト、バルター・グロピウスといった外国の建築家も、カツラリキューを簡素さの中に美と深い精神性を表した建築、および庭園として高く評価した。策定者については、古くから小堀演州とする伝承があるが、演州自身が策定を直接差配したとは考えがたい。実際に策定に携わった可能性のある人物としては、演州の議定である。 中沼砂教、演州の門下である、玉淵坊などの名前が挙げられている。昭和8年に来日した、ドイツの建築家、ブルーノ・タウトは、カツラリ宮の簡素ナビを絶賛し、その知名度を国際的に高めたことで知られる。タウトは、昭和8年5月と、翌昭和9年5月に、カツラリ宮を廃刊し、その折の所簡を著作に記している。 古書院の広宴から張り出した竹園から庭園を鑑賞したタウトは、その時の環境を、ここに繰り広げられている美は、理解を絶する美、すなわち偉大な芸術の持つ美である。優れた芸術品に接するとき、涙はおのずから目にあふれると表現した。カツラリは、八丈の三宅初代の都市人新王によって基礎が築かれた。都市人新王は、 大木町天皇の高尊、御用税天皇の弟にあたる。年人親王は初めと与富秀吉の勇士となったが、秀吉に実施が生まれたため、八条の宮家を創設したものである。本邸は、京都御所の北側、今出川通りに面して建設され、現存する。桂里宮の書院は、古書院、中書院、新御殿の三つの部分に分かれ、 このうち古書院の建設は1615年頃と推定される。書院、茶屋、庭園などの造営は、八丈の宮家二代の都市ただ新能に引き継がれ、数十年間をかけて整備された。八丈の三宅宮家は、時祭宮、京国宮、京急と名前を変えた後、1881年に断絶し、桂離宮は1883年から宮内省の、 管轄になった。第二次世界大戦後は、宮内庁が管理している。1976年から実施された大修理で、文化庁が調査のため、中書院の地下の発掘作業をしていた時、人工的な池の跡が発見された。そこには、カツラリキュが作られる、以前の遺物が多数見つかっており、都市人神皇が発見した。 カツラ殿の跡地に作られたとされる証拠となった。カツラ離宮の敷地層面積は約7万平方メートルであるが、これには北側の緑地と南側の農地を含んでおり、庭園部分の面積は約5万8千平方メートルである。庭園は多くの入り江と複雑な停線を持つ池を中心とし、池には大小5つの島がある。池の西岸の平坦地には、 古書院、中書院、新語殿が北東から南西へ眼光型に並ぶ。中書院と新語殿の間には小規模な楽器の間がある。これらの建物は一時に建てられたものではなく、現名書年から漢文書年にかけて順次建立されたものである。古書院の西には五末書と新華控え書、中書院の西には旧役所があるが、これらは 明治時代に、諸院軍の修理が行われた際に建てられたものである。他の建物としては、茶屋として、昇金亭、昇華亭、笑い見、月波浪の4棟、自物堂の円林堂がある。古記録によれば茶屋は5棟あったが、残り1棟の竹林亭は現存しない。配置図1、表門、2、三ゆ門、3、三ゆ堂、4、外腰掛け、5、蘇鉄山。 六、野辺段。七、須浜。八、天の橋立。九点四、少し掛け。十、石橋。十一、流れ長図。十二、賞金亭。十三、昇下亭。十四、遠林道。十五、笑い意十六、月葉、老。十七、注文。十八、カツラ十九、穂ガキ。A 個書院。B、中書院。C 楽器の間。D 新天天、新語店天の 橋立桂別業の歴史、建築、庭園については、藤島井、次郎、堀口すてき、森治などにより、研究が積み重ねられてきた。桂別業の正確な創建年代や、造営経緯の詳細については不明で、八丈の宮の日記などの断片的な記録から、推測するほかないが、昭和の大修理事の調査により、主要な建物は、 半世紀以上をかけ、三期に分けて造営されたことが明らかになっている。桂別業が所在する下桂村は、八丈の宮の地行地であった。道村が八丈の宮の所領であったことを示す資料として、元那三年九月十一日付、将軍、徳川秀忠の顔のある、地行安土城がある。これによれば、当時、 下葛村や葛川対岸の川勝寺村など6、カ村、3000国余りが、八丈の海屋の地行地であった。道春城に、宇女先崎かゆう前後地行の上所県とあることから、下葛村など6カ村は、玄奈3年以前から、八丈の海屋の領地であったことが明らかである。玄奈年間には、下葛に、 茶屋と呼ばれる建物が存在し、年人新王がそこへ出向いていたことは、現存する資料から読み取れる。年人新王自身が編んだ、年人新王5年歴の源な2年6月27日以上には、6月27日、川勝寺うりみ、桂川昭陽、連画集乱部集道堂との記録があり、2日後の、同年6月29日以上には、女王五方、 川勝寺勝ツへ、おなりりとある。文中の、尿悟は、御用税天皇の尿悟で、小水の天皇の母である、この絵先子を指す。俊人新王が、川勝寺に、うりに訪れたということは、領主として、領地を見回るという意味があったと見られ、勝ツに、尿悟の、おなりがあったということは、尿悟を迎えるための茶屋等の施設が、 すでに存在していたことを推定させる。下、桂の茶屋の存在を明記した初期の資料としては、同じ頃に書かれた、年人新王の書簡があり、そこには、来月4日、下桂売り畑のカロキ茶屋へ、陽明おなりに、こうとある。陽明とは、この絵の広を指す。この書簡は、年を書くが、交渉により、現在4年6月に書かれたものと推定され、 下葛にあった、売り畑の軽便な茶屋に、信広を招く、計画のあったことが知られる。当時の、茶屋という用語には、領主が領地を見回る、際の足がかりとなる場所という意味合いもあり、八丈の宮家の葛別業も当初はそうした意味合いの、強い施設であったとみられる。前述の、五年歴の原画六年六月十八日上には、尿五十代。 下桂茶屋武神不審、する、たびたび客ありとあり、下桂茶屋の存在が明記されている。尿語時代とは、この日、徳川秀忠女の和子が、小水の天皇の尿語として受題したことを指す。不審、するとは、すでに立っている茶屋の改装や改修を行ったことを指すと解釈されている。以上のような資料と、 1976年から行われた昭和の大修理寺の知見により、おおむね、玄馬初年頃に現在、古書院と呼ばれる建物が完成したと見られ、それから半世紀近くにわたり、三期に分けて現存する桂離宮の書院群と庭園が整備されたとみられる。小国寺六音院十宿圏の六音日録官永元年6月18日上に、 桂別行に触れて、桂ら八条新王別所、庭中月山作のみ池、池中線、仙、夕橋、夕亭、天井見四面山、天下の絶景なり、及び暮れ時期とある。桂の八条新王の別邸には庭に山を築き、池を、野み船を浮かべ、橋があり、天があり、天からは、四方の山が見えたという内容で、当時の桂別行の様子が描写されている。 翌寛永2年に、維新数年の記した、桂定期には、構え花どの、畜玉楼という句があり、多少の文色はあるとしても、寛永元年までには、桂別業の第一次造営が完成し、建物や庭園が整備されていたことが伺える。寛永6年、年人新王が死去する。当時、八条宮二代の年忠新王は数え年十一歳で、 カツ別業の整備を引き継ぐには、まだ若かった。前室の宿件は、録音一録寛永8年8月24日上で、この日に立ち寄った、カツ別業について、無修保古後杯、人と述べており、年日と新納没後2年にして、すでに後杯が始まっていたと見える。その後、年ただ新納により、現在、中書院と呼ばれている建物が整備されたのは、 寛永十八年頃と推定されている。この建物には、かの谷に直信、な信のぶ、の三兄弟が、障壁画を描いているが、この三人が京都にいたのが、寛永十八年であることがその主な根拠である。翌寛永十九年、年た田新納は、前田年常女女の富姫をめとるが、このことも、別行整備の契機になっていたと見られる。慶安二年。 六音寺の法輪少将は、カツ別業での茶会に招かれた時の様子を、各名期に記し、おかつらご茶のゆなり、ご茶ご方母ご茶屋ご箇所言うの。お書、しかも尺取水、ご遊興と述べている。これによれば、当時のカツ別業の庭園には茶屋がご箇所あり、年ただ新郎が自ら茶を立てた茶会の後には、別業のあちらこちらで、主演や遊興があったという。 この記録は、当時のカツ別業の規模や、使用方法を知ることのできる資料であり、この頃までに、別業の第二次造営が完成していたと見られる。続く、第三次造営は、漢文2年頃に行われたと見られる。現在、新御殿と呼ばれる建物は、翌漢文3年の御水ズ院オイムみゆきに備え、みゆき御殿として整備されたとするのが通説である。 ただし、当時発体であった御水農院のための、み行御殿というよりは、八条宮二代、年人新王内子三代穏やか、人志新王自身の御座所として整備されたのではないかと、する見方もある。年た親新農は、漢文二年に死去し、漢文三年の御水農院ー行の際の当主は三代穏やか、人志新王であったが、 同親王は2年後の漢文5年に23歳で死去。以後の八丈の三宅は、短命の当主が続き、当主のいない時期も長かった。七代京国三宅一志新王は、歴代の中では珍しく長命であった。のみならず、同親王は、桂別業に、しばしば滞在し、庭園や建物の修復整備にも力を注いだ。この頃には、 桂別業の名員としての評価が高まり、訪れる人も多くなっていた。八代京国宮、孔仁志新納が明和七年に死去した後は、当主のいない時代が40年も続いた。九代京急森仁志新納、十代京急雪人、親王は、それぞれ2歳、4歳で創生しており、明和4年以降、十一代京急都市古内親王が、当主となった。 文久2年まで90年近くの間、三宅の当主は、不在も同然であった。都市内親王が没した、明治14年をもって、旧八条の三宅である、京急家は断絶した。明治16年以降、桂別業は、桂離宮と称されるようになり、宮内省の管轄下となった。建物については、1976年から、昭和の大修理が実施され、 古書院などの書院群の修理は1976年から1982年、賞金亭などの茶屋の修理は1985年から1991年にかけて行われた。修理に際しては、劣化した木材はアクリル樹脂を用いて硬化して、採用紙、屋根吹き材、壁土、畳、襖、陶紙、飾り金具などには伝統材料と、 伝統工法が用いられた。これらの修理のために、文化財建築修理の経験を有し、伝統工法に習熟した、大工、左官、畳師兵具師投資師飾り師などの職人が動員された。古書院、中書院、桂離宮の建造物は、書院群と池の周囲に散在する御茶屋群で構成されている。古書院、中書院、新御殿はいずれも、 入りも屋作り、コケラ板という薄い板を吹き足にして竹針で留める。コケラ吹きの屋根で、書院作りを基調としているが、月屋風の要素も見られる。海遊式庭園には、桂川の水を引いた池を中心に、茶屋、月山、須浜、橋、石道路などを配している。茶屋は、賞金亭昇下亭笑い県月波楼の四棟があり、他に、 自物堂の遠近堂がある。また、池では、船遊びも楽しむことができ、それぞれの茶屋に、船着き場が設けられている。古書院は、東西棟の入りもや作り、吹きの建物で、規模は、東西七間半、南北五軒半、実寸は、東西が15.8メートル、南北が10.9メートルである。正確には、建物の東西の軸線は、 南東方向に19度ほど触れており、これは、寒栄元年の月の出の方位と一致しているという。入りもや屋根の妻側を池に向けており、妻飾りは、キツレ講師とする。古書院の入り口は北側にある注文である。注文を入ると杉苔で覆われた壺庭があり、霧石を組み合わせた延べ段が古書院の玄関口である。三越宿り木へ向けて、斜めに伸びる。 この延べ団は、真の延べ団と呼ばれる。ここで言う、間は、真、行、僧の、間であり、行の延べ団は、口述の、外腰掛け前、草の延べ団は、笑い意見前にある。壺に言わないには、延べ団の他に、自然石と霧石を混ぜた飛び石が打たれ、別名、キリシタン道路ともいう織部道路が立つ。三越宿り木の手前には四段の幅の広い石段があり、 その上に、横長の靴脱ぎ石がある。この靴脱ぎ石は六人分の靴の幅があることから、六つ、靴脱ぎと称される。石段靴脱ぎ石ともに、見陰石製である。古書院の間取りは、大小八室からなる。南東隅に、主室の一の間があり、その北に、二の間、円座式と続く。円座式の二種は前述の、 三越宿り木で、その南に、槍の間、いろりの間があり、槍の間の西は、前組の間、いろりの間の西は、五役席である。一の間、二の間の東には一間幅の広縁がある。縁は、乗り俺に一の間の南にも続くが、南側では、幅が半間になる。広縁のさらに東には、ガツ圏台と称する路台がある。中書院。 新五天が杉の免皮柱を使用するのに対し、古書院は松の角柱を使用し、内包状は鴨井のみで投げしを省略するなど、全体に地味な印象になる。内包状の壁も、中書院、新五天が錆土を用いた色付け壁とするのに対し、古書院は白の漆喰塗り壁である。この漆喰塗り壁は、 パラリ壁とも呼ばれ、天然醸造の小石灰を用いている。昭和の大修理に際しては、高知県から伝統製法の天然醸造によるタワラバを取り寄せて用いた。一の間は十畳台で、内一条を畳床とする。一の間の床柱の実は角柱でなく杉の、面皮柱を用いている。床壁の調布や襖は切り物を切ららずりしたからかで、 ある二の間は十五条。槍の間は、三越宿り木の南に続く十条間で、室名は天井にやり掛けがあることに由来する。囲炉裏の間は十条間で、内一条分を囲炉裏とし、天井に煙出しを設ける。周囲は、囲炉裏の飛び火を防ぐために襖でなく、板戸を用いている。隣の五役石との境の板戸には彩色で、缶み取りの図を描く。 カンツズミとは、中国の伝説で、人民が天使に還元をするときに打ち鳴らしたとされる太鼓のことである。カンツズミ鳥とは、そのカンツズミの上に鶏が止まっている、すなわちカンツズミを打つ必要がないような前性が行われていることの具位である。この図は、カノエ系の筆とされるが、確証はない。円座式にはスーデンによるカツラテーキの変額がかかる。 これは、元は、縁の小壁にかかっていたものである。二の間の東側、広縁のさらに先にガツ圏台がある。池に面した六畳台、竹須の小張りのテラス状のスペースで、その名の通り間月のための装置である。古書院の混流年代については、中書院と同時期の混流かどうかを含めて諸説あったが、昭和の大修理の際の調査により、 中書院との接続部の部材に残る改造痕跡などから、当初、古書院は単独の建物として存在しており、中書院は後から建て増しされたことが明らかとなった。古書院の建築年代は、様式的に中書院や新御殿より古く、年人神の御年歴の記載などとも合わせ、下葛村が八条の宮の所領となって間もない源なもとと、 推定されている。また、部材の風飾痕から、三越宿り木と全組の間は当初は、吹き放しの板まであったことが判明した。現在のいろりの間とご役席も当初はもっと狭い、部屋であった。昭和の修理時に、古書院の屋根の妻の掛け魚にある六葉型が、金箔押しであったことも判明し、修理後は金色に復元されている。中書院は、 南北東の入りも屋作り、吹きの建物で、規模は島半四方である。間取りは、他の字型で南西に、主室の1の間があり、その東に2の間、その北に3の間と続く。建物の北西側には、南度がある。建物の東表から南面にかけて、半間幅、畳敷きの折曲がり入り側面を巡らす。古書院が、 松の角柱を使用するのに対し、中書院の柱は、杉の免費柱である。位置の間は6畳で、西側に幅2軒の大床があり、乗り折れに北側には、違い棚がある。違い棚には、カツ利休宮には珍しく、ト金菊花ッ文の飾り金具が用いられている。昭和修理時の調査により、この違い棚は、他の建物からの転用であることが判明している。 二の間は八畳で、一の間、二の間境の欄間は、木工系の窓を開ける。三の間は八畳で西側に一軒幅の床があり、床の右側は二畳台の、駒となる。ただし、三の間と駒の間には、間仕切りはなく、一体の空間になっている。各室の襖や床、違い棚の調布壁には仮の廃止による、水墨画が描かれている。 筆者は1の間の三水図が、蚊の単優、2の間の竹林七軒図が、蚊の直伸、3の間の雪中、金とリズが、蚊の安伸である。まとめ古書院と中書院とでは、円や円の下の構造にも差異がある。古書院の円は、板敷きで、吹き放しの濡れ縁であり、雨戸は奥まった位置に立っている。これに対し、中書院の円は、 屋内の畳べりで、雨戸と名勝寺は、建物の外縁部に立つ。古書院では、雨戸の茶色と名勝寺の白が、交互に目に映るのに対し、中書院では、雨戸は、日中は戸袋に収められているため、名勝寺の白色の面積が大きくなっている。この点は新御殿も同様である。古書院、中書院、新御殿とも、 桂川の水害に備えた高床式の建物になっているが、このうち古書院では縁板より下を白壁で囲っており、縁の下の空間が一切見えないのに対し、中書院と新御殿では、縁の下は吹き抜けとし、床下を覆い隠す白壁は一段奥に引っ込んだ位置にある。中書院の年代については、障壁画を描いた、か野単優、直信、安信の三兄弟が揃って、 京都にいたのが、寛永18年であり、その頃の混流と推定されている。建築様式的にもその頃の混流と見て、差し支えなく、翌寛永19年に、八丈の宮二代の年忠新王が、前田俊常の女の富姫を目取っていることも、増築と関連すると見られる。なお、昭和の解体修理時の調査により、中書院の縁が当初は吹き放しであったこと。 三の間西側の床と二条の駒の部分は改造されていて、元は何度のような異質をなしていたことが判明している。これらの改造は新御殿増築時のものとみられる。楽器の間は中書院と新御殿の取合部に位置する小建物で、南北等の武器、屋根は南側が寄せ棟造り、北側が霧妻造りである。楽器の間のほか、東側に 演座式、南側に、吹き放しの広縁がある。楽器の間は三条の小室で、南側に一軒半、つまり部屋の長さと同じ幅の床を設ける。室の北西側に中庭に面した小窓を開ける他は、外部に面していない閉鎖的な部屋である。伝承では前述の床に美は琴などの楽器を置いたとも言うが、桂離宮の小津にはこの室を、姉妹部屋、 ご化粧の間などと称していることから、小水の上高行業工事の着替えの間だったのではないかと言われている。建物の南側、前述の床の裏に当たる位置は吹き放し、板敷き、一見幅の広縁であり、庭に面した作り付けの腰掛けがある。新御殿は、南北東の入りもや作り、吹きの建物で、規模は七間四方、実寸は一辺約14メートルである。 内部は旧室に分かれる。南東に主室の一の間があり、その北に二の間、その北に水屋の間と続く。建物の西側は、北列が長六条と五南度、中列が漁神の間と五右衛門の間、南列が五化粧の間とお長寿の間である。一の間、二の間の東から南にかけて折曲がり入り側園を巡らす。 建物南西の都市部に、丘は、お湯戸の、おのり場がある。柱は中書院同様、杉の免皮柱である。市の間は休場台で、内南西の三条分を、かまち一段分高くなった、上段都市。ここに、著名な桂棚と、不書院がある。桂棚は修学院理級の、霞棚、第五寺美本院の、第五棚と共に、 天下三名棚に数えられるもので、黒炭。下、キャラ、陶ラ唐桑など、輸入品を、主とした十八種の名木を組み合わせて作られている。天袋に理白と、林な製図、地袋には、丸窓内の山水図を描き、かの単有の筆とされている。付書院は室外に張り出さない形式のもので、唐桑材の附机とその上のくしの窓からなる。 櫛形窓の枠は黒垣、その上部の羽目板と袖壁は土地材である。櫛形窓には名称字を立てる。付属への下は地袋ではなく、吹き放しとし、奥に板戸をはめるが、この板戸は取り外し可能で、ここから風を入れることができる。2の間は球状台で、南西の一条分を床とする。床脇の壁には木工系の窓を開ける。一の間、 2の、間境の欄間は、幾何学的なデザインで、ガツの軸寿司とも言われる。漁神の間は神御天の中央に位置する十畳台の、部屋で、周囲の襖を締め切れば、外部の光が入らなくなる。北東の一上分の見畳を一段高くし、その上部、内方やや下に、五剣棚という三角形平面の袋棚を、設けている。棚の引き戸には、 もじりばりと称する車を張っている。この棚は御剣すなわち、天皇の守り刀を収める場所とされているが、五水農院が行行した時は上位後だったため、実際には御剣は所持していなかった。御化粧の間、五右衛門の間、お長図の間は、天皇の着替えや制髪などに用いるための部屋である。御化粧の間には、前述の桂棚の裏に当たる位置に、 直線的デザインの棚があり、裏カツ棚と称されている。入り側縁は1の間、2の間よりを畳敷き、庭よりを杉板敷きとし、これらの境には、欅材の框を入れる。新御典や楽器の間では、簡素な中にも、釘隠し、襖の引き手、板戸の引き手などの細部に特創的なデザインが施されている。その例としては、水線系の釘隠し、 ガツの地型の引き手、春夏秋冬の花を持った四種の手置き形引き手、折、松葉型の引き手、潮長さ型の引き手などがある。庭園の茶屋にも月波浪の日型の引き手、笑い意見の矢型と、貝型の引き手などがある。なお、これらの飾り金具は、昭和修理時に復元製作されたものに、取り替えられており、オリジナルは別途保存されている。新御殿の混流時期は、 漢文二年頃とするのが通説で、翌漢文三年の御水農院の桂別行三ゆに備え、三ゆ御殿として混流されたとするのが古くからの解釈である。ただし、三ゆ御殿にしては、御化粧の間、御えもの間、お長寿の的の内向きの施設が充実しすぎていること、当時発体であった御水農院に、これらの設備が必要であったか疑問視されることなどが、 指摘されている。このため、新御殿は、むしろ、八条の宮や年人新納内誌三代目の穏やか、人志新納の御座書として建立されたのではないかとの説もある。昭和の修理時に、襖の下張り文書から万治三年の年が見出され、この年が建立時期の上限とみられる。賞金帝、賞金帝は、池の東岸。 間に小島を挟んで対岸の古書院と向かい合う位置にある、かやぶきの田舎屋風の茶屋である。建物は池に突き出た、半島状の部分に位置して、ほぼ北面し、南を除く三方が池に面している。建築面積は56平方メートル。平面は中央に中庭を設けた、炉の地型であるが、屋根構成は複雑である。北側の東西棟、入りも屋造り。 かやぶきの部分が主体となるが、かやぶき屋根の一部は、主体部と胸を直行させる形で、西寄りの後方にも伸びている。主体部の後方を東寄りには、茶室があり、ここには、吹き屋根がかかる。さらに建物の裏手、すなわち南面には、瓦吹きの型流れ屋根がかかり、この部分には、水屋やへっついなどの裏方の設備がある。 北側正面は深い土日差しとなり、その奥の西側に、変形11条の1の間、東側に6条の2の間がある。1の間の手前に、全組所が張り出す。2の間の後方は茶室である。1の間と茶室に挟まれた建物中央には、中庭を設け、その北側は、西が、次の間、東が、勝手の間となる。 さらに北には西側に土間を挟んで二つの板敷きの間があり、これらの東に水屋の間がある。土間には炉を設ける。東側妻に御用税天皇神筆の賞金の返額をかける。昭和修理時にも賞金権の正確な混流年代を示す資料は発見されなかった。ただし、後の増築との説もあった茶室については、一の間。 二の間と同時の建築であることが判明した。一の間は、鍵型の変形平面の十一畳敷で、東側に床、その向かって、右に、戸棚があり、戸棚と、乗り折れの位置に、石ろを設け、石ろの上には袋棚を設ける。戸棚の襖には、山水図、石ろ状の袋棚の小襖には、花鳥図が水墨で描かれ、これらは仮の葉の作品である。 後者の花鳥図に描かれる鳥は、お長鳥、翡翠、石霊、スズメの四種である。床の壁面と二の間境の襖とは、白と藍色の方形を互い違いに配置した、抽象的な文様で全面が覆われている。これは、白と藍染めの加賀宝章を貼ったもので、桂離宮に見られる斬新なデザインの代表例として知られている。襖や小襖の引き手には、 結び紐形、疾法文、西貝形などが用いられている。これらの金物は課長の作と伝えられており、特に西貝型の引き手は疾法の技法が用いられている。一の間の手前には板敷きの前組書がある。ここにはへっつい構えがあり、竹と足で編んだ低い柿を巡らし、隅には平面三角形の棚を設ける。 2の間は6畳間で違い棚を設ける。隣の茶室境の襖と、違い棚の壁の上部は一面に、藍染めの加賀宝書を貼る。違い棚壁の下部には変形の下地窓を開ける。この下地窓は、壁の裏の茶室側では、天然座の風呂先、窓となっている。茶室は3畳台目で東側に二次入口、南側に床、西側に手前座を設ける。 八箇所に窓を設けるところから、八塚濃いの席と呼ばれている。客座の天井は、マコモの白糸辺を張り、竹の竿縁で押さえている。炉は、大目切りとし、炉に接して、型通りに皮付けで湾曲した中柱を立てる。中柱は中ほどに短い枝を一本残しており、これは、茶入れ袋掛けとなっている。月波浪の化粧屋根裏と曲げ木の束がい腰掛け前の、 延べだ笑い意見は、池の南岸、離宮敷地の南端近くにある茶屋で、池に面した北側を正面とする。建物名は、利白の、山中門道下の区、門与南住か壁山笑い、しかも不等身時間に由来する。笑い意見前の池の岸は、直線的な霧石で構成した船着き場になっている。建築面積は63平方メートル。寄生棟作り。 かやぶきの屋根の北、東、西の三方に吹きのひさしをめぐらし、東側には吹きの突出部がある。北側正面は深い土びさしとなり、大小の飛び石を配置し、クレーンを設ける。寄せ棟作りの主体部の東側は、手前が、口の間、その奥が、中の間であり、これらの西に、次の間、建物生誕には、板敷きの、前組の間がある。 中野間の東側の都市部には3畳で、床、不所院付きの一の間があり、その東に、南度、東端に、川屋がある。口の間の外に面した壁の内包状は、円形の下地窓を左右に6個並べた、独特の衣装となっている。下地窓の髪型にかけられた、笑い意見の変額は、満州院、両女方信号の筆である。中野間、次の間は南に面して、 大きな開口部を設け、南側の農地が見える。この建物は、下住宅に存在した、物見と同様、庭内から外部の様子を眺めるための建物という性格を持っている。中野間は2軒の間口いっぱいに窓を設けるが、この窓の下の腰壁に、独特の衣装を施す。この腰壁は横に細長いが、その中央部分を平行四辺型に区切って、 そこに金箔を貼り、左右の直角三角形のスペースには、市松文様のビロードを貼る。なお、この腰壁が、現在のようなデザインになったのは、八条の宮七代目の家人志新能が修理を、加えた時からで、当初は、腰壁前面に、ビロードが貼られていた。口の間東側の杉戸外面の引き手は、ヤバ形、口の間、中の間次の間の襖の引き手は、 船の貝の形とする。襖には、山水や花鳥が描かれていたが、白落が著しい。昭和の修理時に、市の間、南度境の襖の下張りから女王四年の年が、発見され、この年が混流時期の上限となる。月原は、池の西岸、古書院の北側にある茶屋で、南を正面とし、池に面した北側と東側には石垣を築く。 建築面積は26平方メートル。余生棟作り、吹きとする。建物名は白、巨異の、聖古士の、ガツテンハシン、の玉という区に由来する。中央の土間を囲んで東に、中野間、北に、市の間、西に、板敷きの、全組所があり、中野間の手前に、口の間が突出する。賞金亭が、冬向きの茶屋とされるのに対し、こちらは、 夏向きの茶屋とされている。一の間にのみ竹の竿縁の天井を張り、他の部分は化粧屋根裏として、竹たる木竹こまい、吉津のの字からなる屋根裏をそのまま見せる。直線的な材が多い中で、胸着を支える束に一本だけ皮付けの曲がった材を、用いているのが目立つ。土間には、都会主因線の絵馬と称する額がかかっているが、白落が著しく、 図柄は定かでない。二の間は池に面した東表と西面に、竹須の子の縁を設ける。二の間の、歌たきの額は、小水の天皇の筆とも、霊元天皇の筆とも言う。前組所は南東に長老を設け、北西にへっつい、袋棚、釣り棚を設ける。西側には、水屋があり、床面近くに、横長の下地窓を開ける。昭和の修理時に、 襖の下張りから上皇元年の年が発見され、この年が混流時期の上限となる。衝下堤は、池の南側にある、大きな島の頂上よりやや西に北面して立つ。川付け柱を用いた、間口2軒の小規模で素朴な茶屋であり、峠の茶屋と呼ばれる。建築面積は12平方メートル。切り妻作り、かやぶきとする。中央の土間を囲んで、 この地型に4枚の畳を敷く。北側正面と西面の大部分は吹き離し、西面の袖壁と東表の壁にもそれぞれ大きな下地窓を開ける、開放的な構えになる。土間に炉とへっついを設ける。南側には水屋を設け、その上を竹の蓮後窓とする。南側壁にかかる、衝撃艇の額は、満州院、義久方神皇の筆。この建物は、 元は、今出川の八条宮本邸にあった、達田屋という商店を移築したもので、使用するときは、達田屋の字を白と混んで染めたのれんをかけたという。小津によれば、この建物は、元は、中島の山頂に、現在とは逆に南向きに建っていた。前述の、商家邸の額が書かれたのが、法暦13年であることから、同年頃に、現在の位置に移され、 方位も変更されたと見られる。なお、この建物は、昭和9年の室戸台風で倒壊し、翌年に新材で復元されたものである。遠林堂は、池の南側にある、大きな島の西端に立つ、自仏堂で、離宮内で、唯一の本川原吹きの建物である。宝形作り、本川原吹きで、正面に、東波風を伏し、正面と両側面の三方に、 銅板の日差しを巡らす。周囲には、降蘭付けの縁を設ける。なお、小屋組の構成から見て、当初は、瓦吹きではなく軽い屋根吹き材が用いられていたと、推定される。道内は板敷き、角天井で、奥には間口いっぱいに仏壇を設ける。かつては、洋流観音画像と、細川有才の画像が祀られていたが、 これらは別途保管され、現在は道内に何も祀られていない。仏壇の手前には、横長の日頭型の枠があり、車を張った障子を立てる。仏壇の奥壁は金箔張りとする。仏壇の上部は、菱しごの乱馬とし、仏壇の元は上下のかまちの間を、縦方向に三等分し、それぞれに、角狭間を入れる。日頭枠と乱馬のひしごの組子は黒うるし塗り。 日頭枠の外側の羽目板や角、狭間の外側の壁面は、春傾塗り、角、狭間の内側は金箔張りとする。銅の周囲には黒石を敷き詰めた雨落ち式を巡らすが、この雨落ち式の上をまたいで横断する形で、方形切り石の飛び石が設けられており、カツラにおける、奇抜なデザインの一例として知られている。表門、穂垣キカツラ敷地と園。 桂川の堤防沿いに230メートルにわたって作られている垣根である。敷地の外側から見ると普通の生垣に見えるが実際は敷地内に生えている竹を根が生えたまま無理やり傾けて竹垣の上に乗せかけ葉のついたまま編み込んだものである。穂垣表門から通用門までの間に伸びる垣根である。長部を斜めに削いだ竹の柱を等間隔に立て 間を穂だけで繋いだものである。表門庭園の北端に開く正門で、おなり門とも言う。丸太の門中の間に、先竹を組んで作った両開きの門批を取り付けたのみの、簡素な門である。一般参観者はこの門ではなく、南西にある、通用門から出入りする。三雪門前述の表門を入って、まっすぐ進んだところにある。ご水農園の院の行行行に備えて建てられた。 霧妻作りかやぶきの素朴な門で、格式の高い四つ足門ではなく、胸角形式とする。柱と桁には皮付けの安倍巻材を使用する。門の手前脇にある方形の霧石は、御輿石と称し、天皇の古史を下す場所だという。三行堂から三行門を入って右折し、古書稲と向かうアプローチである。道の関府は、荒れ小星と称し、 青黒い鴨川石の小石を長さ44メートルにわたって敷き並べ粘土で固めたものである。突き当たりの土橋を渡って古書院に至る。注文、古書院の御腰宿り木前の壺庭への入り口となる霧妻作りかやぶきの門である。門へのアプローチの右手には黒文字書きがある。住吉の松から前述の見行き道を通って土橋を渡り、 古書院へ向かう道筋で作法を見るとこの松がある。この松は池に突き出した岬の突端にあり、池の眺めを遮っているため、吸いたての松とも称する。池の眺めをあえて遮り、訪問者が古書院に上がって、そこの広園から外を眺めた時に初めて池の前景が見えるようにという配慮のもとにこの松が植えられているという。かつては池の対岸にこの松と対をなす。 高砂の松という古木があり、住吉の松、高砂の松がそれぞれ古今和歌集と万葉集を表していたという。外腰掛けから前述の見行道の途中から左に入り、飛び石を伝っていくと、外腰掛けがある。これは、賞金亭で茶会が模様される、際の待合になる。正面三軒、側面一軒で、かやぶき屋根をかす。柱は皮付けくぬぎ材で、 曲げ木の針を渡し、屋根裏は足を竹たる木で押さえている。奥には、板越掛けを設け、北端に飾り、接鎮がある。昇金亭付近の茶亭桂羅離宮の池は、大小五つの島があり、入り江や浜が複雑に入り組んでいる。中でも昇金亭がある池の北東部は須浜、滝、石組、石道路、石橋などを用いて景色が演出されており、 賞金亭に属する茶亭として整備されている。前述の外腰掛けの向かいの小山は、蘇鉄山と称され、薩摩島津家の鬼神という蘇鉄が植えられている。外腰掛け前には、延べ段が、池の方向へ向かって伸びている。この延べ段は、自然石と霧石を混ぜたもので、古書院御子宿力前の、真の延べ段、笑い県前の草の延べ段に対して、 魚の延辺団と呼ばれる。延辺団の北端には、二重、マス型長図鉢と称する長図鉢がある。延辺団を外れ、飛び石の上を歩くと急に池の展望が開け、入り江を挟んだ大岸の小金堤や、周囲の石組みが目に入る。周囲には、須浜、天の橋立てなどの景色が作られている。須浜は、青黒い鴨川石を並べて海岸に見立てたもの。 天の橋立は小島二つを石橋で結び、松を上で、丹後の天の橋立に見立てたものである。小津によれば、かつてはこの入り江をまたいで、池の北岸から昇金亭側に渡る種塗りの橋が、架けられていたが、今はない。昇金亭に至るには、池の東岸へ回り込んで、白川橋という石橋を渡ることになる。白川橋は、長さ5.7メートル。 幅33センチ、霧石製で反りのない直線的な橋である。この橋は、加藤様之助新城の欧州白河石であるとする伝承があった。しかし、欧州白河石は安山岩であって、石の種類が異なり、この白河橋は、京都の白河石を用いて作ったものとされている。橋を渡ったところには地中に数個の飛び石を排した。 流れの長図というものがある。治水に直接手を浸して、長図を使うという趣旨である。昇金亭の東側の山上には、四つ腰掛けという待合がある。これは、昇金亭での茶事の中立の際に使用されるもので、2.83メートル四方、かやぶき方形屋根の下に四つの腰掛けを並べる。この腰掛けの配置が、漢字の毎字に似ることから、 万事屋雑仕掛けとも言う。現存するものは文化2年の再建である。桂離宮には24基の石道路がある。別名、キリシタン道路と呼ばれる織部道路は古書院三腰宿鳥木前などにある。他に水ぼたる道路、三角道路、三高道路、雪見道路などがある。京都御苑の北には京急家の本庭庭園が今も残る。 敷地の周囲は、築地米で囲まれており、表門と直視門の二つの門が残る。内部には、桂離宮利休同様に、都市人新能が造営した庭園と池が残る。建物群は、明治時代中期に二条城に築されてしまっており、現在その場所には、区内庁職員の宿舎が仮に立っている。近年、おなじ宮家である、関員の宮屋敷跡の庭園が整備後一般。 公開されて、話題を呼んだことから、京急亭もそうすべきだとの意見がある。ちなみに、会員宮手への庭園及び、建物群も以前は、環境省が使用しており、非公開であった。参観は予約制となっており、インターネット予約、往復はがき予約、京都事務所参観窓口での予約のいずれかの方法で、予約を行う。インターネット予約と、往復はがき予約は、 多くの日で希望者が多くすぐに定員いっぱいになることが多い。京都事務所参観窓口での予約は京都御苑内の京都御所清書門のすぐ西側にある宮内庁京都事務所参観窓口に参観希望日の前日までに直接出向いて予約する方法でこの方法は比較的予約しやすいとされる。なお参観時間は一日十四回。 参観料は1000円。この方法に加えて、参観希望者の利便性をより高めるため、2016年8月10日から、当日受付が開始された。これは、桂離宮の参観入り口の脇に当日受付所が設置され、当日の午前11時から受付開始となる。当日に予約できるのは午後1時30分からの3回で、1回に。 月20人プラス事前予約で、秋があった人数が当日受付枠となる。秋があれば、午後に出向いても当日受付ができるが、悪天候の日でもない限り11時の時点で、受付可能な人数が、すでに並ぶことが多い。いずれの方法も1回で4人まで予約できるので、京都事務所三館窓口での予約や当日受付に、参加希望者全員が出向く必要はない。 この二つの方法は予約時にも代表者の身分証明書が必要となる。なお、2018年11月までは18歳未満のものの見学はできなかったが、11月以降の有料化に伴い、中学生以上から参観可能になり、中高生は参観料が無料となった。親が入児を抱いて入場することは許されない。月曜日、年末年始、 行事等の実施のため支障のある日は休みとなる。参観所要時間は1時間弱。参観はグループ行動が求められ、区内庁職員の案内がつき、監視役の区内庁職員か工具警察官が最後からついてくるため、写真撮影などでグループから大きく離れたり、大きく遅れることは不可能である。ありがとうございます。